はい、お待たせいたしました、ニコニコ生総深掘り TV 司会の上です。よろしくお願いします。9月に突入いたしました。今月も、2回配信をさせていただきます。先月からですね、ニコ生の方復活しておりまして、今日もニコ生の方とそして、番組の YouTube チャンネルの2つ同時に配信をさせていただきます。それぞれ番組最後まで見ていただくには、ニコ生の方は、会員登録、チャンネルの会員登録、そして YouTube の方もメンバーシップ登録が必要となりますので、それぞれ登録していただきまして最後までご覧ください。あと X の方もですね、今ライブ配信の方をしてますが、 X の方は前半の無料パートのみの配信となります。後半ご覧になりたい方はニコニコの放送もしくは YouTube チャンネルの方で登録してご覧ください。よろしくお願いいたします。さあ、それではですね、9月に入りまして一発目の配信になるんですが、9月に入るともうですね、アメリカの大統領選まで2ヶ月を切っているという状況です。今日はですね、そのアメリカの大統領選挙、いよいよ明日アメリカでは初のテレビ討論が行われます。そこも含めまして今どんな状況になっているのか、そしてその大統領選を含みアメリカの社会今どんな状況になっているのか、ゲストの方とともにお話をしていきます。それでは演者の皆さん紹介していきます。まずはレギュラー出演人はラッパーのダース・レイダーさんです。今後もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ダースさんは、はい、アメリカに行くんですもんね。行きたい。あ、行きたいか。まだ行くとは決まってないんですか。あのね、はい、まあ、スケジュールと、うん、まあ、僕のちょっと体調面で、あ、そうかそうか、その長期で動けるかどうかっていうのがね、うん、ちょっとまだ来週がまた検査なので、あ、そうです、ちょっと検査を受けて、うん、医師の指示を受けながらって感じなんですけど、はい、まあ、なるべく見たいなと思ってますけどね、うんうん、そうですよね、うん、まあまあ、はい、今回はまあまたどっちが勝ったにしてもというところがあると思いますので、まあ、そう、なんかやっぱり教科書に残りそうな ねどっちにしろっていうタイミングだなというふうには、ね、すでに今起こっていること自体がそのトランプさんの銃撃にしろそうだし、うんうん、バイデンさんの撤退にしろ、はい、まあ、ちょっと詳しく教科書を書くんだったらこれアメリカ大統領の歴史の中には必ず乗るような、そうです、ね、あのタイミングになってると思うので、そうですよね、なんか歴史の目撃みたいなのはすごく楽しみですよね。そうですね、うん、まあ、そしてハリスさんが勝てば初の女性大統領ということになるわけですから、うん、これもまた歴史的瞬間ということになります、うん、さあ、ダスさんの隣は席が空いてますね。はい、はい、まあ、安定の、うん、安定の遅刻、うん、なんか遅刻で済むといいです。遅刻で済むっていう言い方もあれなんですけどなんですかね、このね、わかんないです。コメントの方で、うん、Where is 宮台さんって書いてあるんですけど、私たちが知りたいなと思ってました。どっかで宮台さん目撃した人がいましたら、うん、コメント欄の方に、ね、書いてほしい、書いてほしいです。ちょっとね、今日はね、今のところ LINE が既読になってないんでね。 LINE 既読になってないのは、うん、今までにないですね。ないですか。ないですね、うん、確かにね、うん、ちょっと嫌な予感がしておりますけど、コメント欄の方、うん、たくさんコメントをいただいております、ね、やっぱ基本スマホ見てる人ですからね。そうなんです。ずっと中毒みたいにスマホ見てるのになんで出ないんだろうって不思議なんですけど、うん、あ、そうだ、 YouTube の方もニコ生の方も皆さん質問とかありましたらぜひコメント欄の方に書いてください。ゲストレギュラー出演陣への質問は、番組の最後の方にまとめてぶつけたいとは思っておりますが、ちょいちょい拾ってはいきますので、よろしかったらコメント欄とチャット欄の方に質問、メッセージどんどん書いてください。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、お隣空いてますんで早速でございます。今夜のゲストをご紹介したいと思います。今夜のゲストは映画評論家の町山智弘さんです。こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんばんはじゃなくて、そちらはおはようございますですよね。はい、そうですね、はい、今朝5時です。朝5時ですか。すいません、なんか、朝っぱらから申し訳ございません。よろしくお願いします。いえいえ、にもかかわらずうちの宮台がおりませんで、本当に申し訳ないです。ああ、まあそうですよね。松山さんのプロフィールの方は出ておりますけども、今日はアメリカ在住の松山さんにですね、まあもちろん、まあ、その政治的な側面だけではなくてカルチャーとかいろんなことを含めて、いろんなことを聞いていこうと思ってますんで、うん、ダースさん久しぶりですか。僕はね、松山さんのポッドキャストに呼んでいただいたのがいつぐらいでしたっけ。そうなんですよ、収録ちょっと前ですよね。半年本が出た時ですね、うん、ダースさんの、はいはい、なんかね、昨日、はいはい、おとといか、はい、なんかちょうどそのポッドキャストを何週も聞いてますっていう人に、はい、声をかけられましたよ。あ、そうですか。だから今日またや、町山さんの話聞くよっていうふうには言ったので、見てるといいんですけど、ね、スポティファイがあのね、曲をトークの間に挟めるサービスをやめちゃったんでね、うん、続かね、消えられなくなっちゃったんですよ。それがね、結構画期的だったんですけどね、うん、そう、自分でもう番組作れるみたいなね、うんうんうん、そう、めちゃくちゃ面白かったのにね、うん、まあ、あんまりやってる人がいないからね、コストカットで Spotify がやめちゃったんで。あ、やってる人がいないんだ。結構そう、あれ結構めんどくさいんですよ、やるの。あ、そっか、ね、かなり編集技術がないとできないんでね。好きじゃないとできないみたいな、はい、好きじゃないとできないんですよ、うん、ずっとやりたかったのに。あ、まあいいや、ね、はい、まあでも今日実は松山さん深掘り TV は初登場
今コメントで松山さんの深掘り TV 出演嬉しいというふうに書いてあります、はいはい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、お話を伺っていく前にですね、先ほど、まあ、ニコ生の方アンケート機能があるということで松山さんにちょっとアンケートを一つ考えていただきました、はいはい、そちらの方を皆さんの方にぶつけてみたいなと思っております、うん、11月の5日に迫ってまいりました、はい、ハリス VS トランプ、まあ、その行方ということになるんですけども、アンケートの方はシンプルにこんな質問でございます。2人、この2人の対決、まあ、どっちを応援しますかというよりもどちらが勝つと思いますかというアンケートを松山さんに考えていただきました、うん、トランプとハリス、どちらが勝つと思いますが、1がトランプ、2ハリス、3分からないというシンプルな選択肢です、うん、これね、やっぱまあ支持してるけど負けそうとか、支持してないけど勝ちそうとか ね、もう含めてありそうですもんね。そうなんですよ。さあ、こちらどちらが勝つと思いますかということになりますが、早速、ニコ生でご覧の皆さんアンケート機能参加していただきまして、結果の方を見てみたいと思います。今日のユーザーの皆さん、どっちが勝つと思っているのか、結果の方はこちらです。じゃん。おお、ハリスが53。なるほど、はい、ハリスが 53.3%、うん、トランプが 26.7%、わ、うん、からないが 20% と、あ、はい、いうことになっておりますけども、はい、資料の方、久保ちゃん4番出ますでしょうか。9月9日ということになりますので、はい、昨日の、支持率の平均というのが出ておりまして、トランプが 47.2%、 ハリスが 48.4% ということで、これがリアルクリアポリティクスの方から資料を頂戴しておりますが、松山さん、どうなんですか、現地に住んでて、はい、その肌感覚的には どんな感じなんですか今。いや、拮抗してると思いますよ。思いますか、やっぱり。はい。うん、そうですか。まあ、ただ、いろんな見方があって、はい、っていうかね、みんな賭けをしてますんで。いや、そうなんですね。さすがアメリカ。はい、今ね、こういうのあるんですよ。これ、ご存知ですかね。これ映るかな。お、こういうサイトがあるんですけどね。うん、見えます？あ、今ね、画面が変わっちゃったかな。画面が変わっちゃったっぽい。変わっちゃった。ん？パソコンの画面がね。変わっちゃった。うん、ちょっと、ああ、すみません、今最初の方ちょっと映ってたんです。これだ、触っちゃったんだ、はい、あ、これだ、これなんですけど、はい、はい、これね、ポリマーケットっていうね、うん、ポリティカル、だから政治問題に博打ができる、サイトなんですよ。あ、すげえな。で、これここに書いてあるのが、例えばだから今度の大統領選でどっちが勝つかっていう、これね、トランプは勝つって言ってかけてる人が 52% で、カマラさんが 46% ってなってるんですね。はいはい。賭けだとトランプで、これね、うん、あの、完全に記号法だから、うん、アメリカではこれオフショアなんですよ。なるほど。あの、で、例えばこれものすごく細かく分かれてて、今度の、あ、今日になるんですけど、アメリカだと、はい、その、討論会でね、はい、カマラさんは何を言うかっていう、うんうん、で個別に書けるんですよ。ああ、一週ごとに。そうです、そうです。すごいな。だからこれは例えばですけど、中絶問題について語るだろうって言った人は 92% いて、うん、それは、あとトランプの有罪問題について語るって言ったら 57% が個別に書けられるんですね。うん、はい。で、これ、ちょっと問題になってて、このポリマーケットっていうのは、うん、これね、この顧問として入ってる人はネイト・シルバーという人なんですよ。おう、ネイト・シルバーっていうのはアメリカ最大のそのなんていうか、まあ政治的な、世論調査の分析家だったんですよ。うん、だ、中立であるべき人が今これに入っちゃって、ポリマーケット、あ、なるほど、の要するに、まあ、うん、ベッドですね、掛け率とかの、うん、まあ、に関わってるんですね。つまり彼が世論調査でなんとかっていうと、この掛け率が動いちゃうんですよ。なるほどね。で、これはすごくこの掛けに影響があって問題があるのと、うん、このポリマーケットっていうその4年前に始まった、このサイト自体に非常に問題があることが最近分かってるんですね。うん、これに出資したのはピーター・ティールだったんですね。ピーター・ティールですか。あら、うん、はい、ピーター・ティールというのはトランプの大口寄付者ですよ。そうですね。それがあのこの大統領選の博打の経営に関わってるんですよ。
それって法的にどうなのかっていう問題もありますよね。確かに。はい。で、ネイト・シルバーは、まあ、ピーター・ティールの給、ピーター・ティールから給料をもらってるわけじゃないんですけど、この、ポリーマーケットを通じて給料をもらってる形になってるんで、うん、トランプが絶対勝つ絶対勝つそこら中で言ってるんですよ。なるほど。これは全然おかしいだろうと、うん、いうことになってますけど、はい、まあ、今回そのピーター・ティールがすごい大統領選に深く食い込んでいるのが、うん、ちょっと事態がね、前のトランプの大統領選の2016年とは違う、2020年とも違う感じですね。副大統領候補の、まあ、共和党のバンスさんも、もともと確かあれですよね、はい、ピーター・ティールからお金もらって、そのいわゆるベンチャーキャピタルみたいなの始めたっていう、はい、確か経歴ありますよね。しかピーター・ティールの会社に就職してたんですよ。そうですよね。だから、このデイリー・バンスという男はですね、はいはい、まあ、ヒルビリー・エレジーという、うんうん、本を書いてベストセラーになりまして、はい、ヒルビリーというそのアパラチア山脈に住む、貧乏白人であるということを、売りにして、うんうん、そこからあの軍隊に入って、イェール大学を出て、そこから脱出したんだと。だから自助努力が大事であって復讐をするなという主張で出てきた人なんですね、うんうん、で、まあ、彼自身はそのなんというかアメリカ の, その貧しい白人を代表する人として大統領、トランプ大統領の副大統領候補になってるんですけど、はい、実際は、この人イェール大学の後ですね、ピーター・ティールの会社に就職してたんですね、うん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 、でそれはあのいわゆるベンチャーキャピタルで投資ファンドですよ、はい、シリコンバレーの、うん、ね、会社名がね、ミスリルって言うんですけど、うん、ミスリルと聞くとね、ゲーム、ね、ゲームやってる人はパッと分かると思うんですけど、分かりますよね、はい、あの金属のね、金属ですね、ドワーフとかファンタジーに出てくる超金属の名前なんですよロード・オブ・ザ・リングスとかでもね、そうそう、ロード・オブ・ザ・リングスで最初に出てきたんですけど、うん、まあ、そういうね、幼稚な会社名なんですがそこで1年働いて、そこでそのあのインド人のあの奥さんとかとも知り合ってるんですけど、インド、あの奥さんもそのシリコンバレーのいわゆるその、なんていうかリバタリアン、ミリオネアの、投資家たちのそのサークルの中にいる人なんでね、うんうん、インド系の人は実はすごくアメリカはリバタリアンが多いんですね、うんうん、ニッキー・ヘイリーもそうだし、あとトランプの支援をずっとしてるあのハーバード出た、なんだっけ、発音が難しいんですが、彼もね、あのインド系のリバタリアンですけども、うん、で、まあ、そのバンスは世間的には貧乏な白人の仲間というふうにしてるんですけど、そのピーター・ティールにかなり洗脳されて、うん、実は金持ちリバタリアンであるということがね、分かってるんですけどね。そうなんですね。なんか僕はすっかりあのバンスは、まあ、やっぱりこうある意味ラストベルトを象徴する人というか、まあ、はい、彼が副大統領候補になったのは、まあ、そこへの最終的な票固めで、はい、まあ、その、はい、なんだろう、それこそ本なんかにも出てきますけど、やっぱりこうね、生活の中にドラッグがあって、はい、まあ、それはある意味、うん、トランプさんは、まあ、口ではいろんなことが言えても、やっぱり出自がちゃんとしてる人なんで、そんなにこう大変な家庭に生まれてきたという物語は嘘くさくなっちゃうんですけど、このバンスさんはどうしてもそういう貧乏の物語みたいな、俺はそういうことが分かるんだぜというところで票固めに使われてるのかなと思ったら、まあ実はそんなことはなくて、まあ、かなり票固めに使われてるんですけど、はいはいはい、うん、だからステルスな、ステルスなんていうの、あの金持ちリバタリアンなんですね。なるほどね、はい、あのバンスはね、うんうんうん、はい、だから、まあ、奥さんはそういう人ですからね。あ、そうか、はい、はい、まあ、そういうね、今回ピーター・ティールの入れ込み方はすごいんで、一応あの、ピーター・ティールのっていう何者かを説明してた方が、あ、そうですね、確かに、あの、まあ、ペイパルっていうね、はい、国際的な送金サービスを作った人です、はい、ペイパルは日本では全然流行ってないの？僕はでもやっぱりなんか海外の人とやりたりするとき、ペイパルが一番 楽ですよね。確かに、うん、ただあの、ペイパルって日本で使ってた、僕そうだったんですけど、はい、途中から
はい、身分証明がマイナンバーカードのみ受付になっちゃったんですよ、はい、あ、そうなんですか。で、僕持ってなかったから、そしたらあ、そっか、ペイパルに持ってたあの資金を入れてたのが凍結されて、マイナンバーカード作るまで動かせなくなっちゃったんですよ。本当マイナンバーカードひどいなってその時思って、全然いらないのにそのペイパルのお金を動かすために、はい、マイナンバーカード作らざるを得なくなったんですよ。大した金額じゃないんですけど、このそのやり方広いなって、なってんだ、河野太郎ふざけんなって思いましたけどね。本当にグルになってるとしか思えないですよねっていうね、結構なんか市がソーシャルセキュリティナンバーともしかしたら結びついたかもしれないですけどね、うん、はい、まあ、ペイパルっていう会社があってですね、そのインターネットの振り込みサービスですけど、はい、あ、ちょっと暗くなっちゃった、うん、それに関わってた連中がペイパルマフィアというものを形成してるんですね。でそれのボスがピーター・ティールなんですけど、まあ、なんというかですね、IT ブームで最初の初期の段階で、まあ、ものすごく投資をして儲けた投資家たちですね、技術者もいますけどもね、中には。でこの中にいて一番有名なのはイーロン・マスクですね、はい、イーロン・マスクは出資者でしたね、はい。でピーター・ティールは最初のその、ペイパルの時の、まあ、リーダーなんですけれども、この人ね、ドイツ人ですよね、うん、でスタンフォード大学で、非常に差別的な、まあ、なんていうか、まあ、同人誌を作っていて、それで仲間を集めていって、それでペイパルを立ち上げて、で莫大な、富を得てから、その富を使う方向が非常に政治的になってて、うん、いろんな問題を起こしてるんですけど、このピーター・ティールが一番表面に出てきたのって、その、2016年かの、うん、トランプが大統領として、大統領候補として出てきた時に、オルタナ右翼っていうものが一種ブームになったんですけど、覚えてます、はい、覚えてます、ね、インターネット上でそれまでの右翼とは違う、そのネット右翼ですね、いわゆる日本だとネット右翼、うん、アメリカだとオルタナ右翼って言ったんですけど、うん、非常にコンピューターとかが好きで、アニメとかそういうの、まあ、ゲームとかそういった文化の中で育って、それまでの右翼 の、 そのナチっぽい感じとは全然違うオタクっぽい感じの人たちが、バーッと出てきたんです。そのオルタナ右翼のブームで、結構リーダーシップを取ってたのがこのピーター・ティールなんですね。あのドイツ人なんでシャレにならねえだろうお前と思うんですけど、確かに、はい、でまあそういうネオナチみたいなののネットムーブメントをやっていて、で、まあオルタナ右翼自体はなんかこう消えていってしまった感じなんですけども、あれやっぱりね、ヨンちゃんとかがね、まあそのベースだったんですけども、あそこからまあ実際その差別殺人とか起こったりして、結局実際に人が死ぬってことになってからね、沈静化したんですけど、ピーター・ティールはその後もずっとそのまあトランプ支援の活動を続けてってですね、今 最大手じゃないですけど、かなり大口のトランプ支援者ですね、うん、でただトランプを支持しているその、まあ、貧乏な白人と言われているような、その、南部とか、うん、五大湖地方に住んでいるような、人たちはピーター・ティールについてほとんど知らないと思います。なるほど。この辺がすごくバンスの件と似てて、トランプに実際に投票する人たちは知らないんですけど、実際に支えているのはそのシリコンバレーの大金持ちだということですね、トランプを。うん、なるほど。はい、これはだからそのピーター・ティールがある意味一番のケツ持ちっていうことは、まあこれトランプが大統領の座に就いた時は、まあ当然政権運営として、まあそういう色が色濃く、まあ今は選挙の時ですから、これはまあハリスさんも含めて、まあどうしても中道寄りになってるんだと思うんですよ、出てくる政策というものが。ただまあそれ選挙が終わった後には、まあ馬脚を表すというか、そういうふうになってくる可能性が高いっていうことなんですか。もう具体的にイーロン・マスクを閣僚に入れるっていう発言をしてますからね、うん、で閣僚というよりはなんか政府じゃない、政府効率化、なんか委員会、政府効率化委員会っていうののトップにイーロン・マスクを据えるってトランプはっきり言ったんですね、うん、でそれはその、アメリカの政府の要するに首切りをやると、それとか教育省とかその
トランプが潰したいと思っているものはありますけれども、そういった、まあ、部署そのものを、潰してしまうと、うん、でそのリーダーシップをイーロン・マスクにさせると、うん、これははっきり宣言したんですけど、うん、これは非常にやばいのは、イーロン・マスクはあの X って今なってますけど、うん、ツイッターを買収した後、はい、まず最初にやったのは社員 75% の首切りですからね。確かに、だからそういう人に、政府の、まあ、省力化を任せたら大変な事態になると思いますよ。福祉とか全部切られるでしょうね、うん、なるほど。これイーロン・マスク氏ってアメリカでなんかその支持っていうか人気はある人なんですか？そのいわゆるフェイマスなのは分かるんですけども、あ、もちろんね、はい、なんかすごい、はい、こうイーロン・マスク大好きみたいな人っているんですか？いやー、いると思いますよ。あ、いるんだ、やっぱり。多くはないけど、要するにホリエモンが好きな人と同じだと思いますよ。うん、あ、ロケットやってるし、うん、まあまあ構造はね一緒かもしれないですけどね。だからあとやっぱり次々となんていうか、まあ、美人を妻にしているしね、うん、そういうとこでその、まあ、好き勝手やってるからかっこいいっていう感じではあると思います。ひろゆきとかホリエモン好きな人たちが、うん、まあ、イーロン・マスク好きだと思いますよ、アメリカで。なるほどね。同じタイプだと思います。要するに成功してるからいいと、うん、倫理的な問題は別に置いといて、うん、っていうことだと思いますね。なるほどね、はい、その辺まで、その、まあ、いわゆるトランプを支持している、まあ、中間層からちょっと下の白人っていう、はい、白人の人たちっていうのは、はい、知ってるんですか？そのイーロン・マスクがその後閣僚に入るってそういう風になっていくっていうようなことまで分かって、まだそれでもトランプさんっていう感じなんですか？はい、いや、もうトランプを支持してる人だっていくつもの層があるんですけど、はいはい、その、まあ、シリコンバレーとかの金持ちとかニューヨークの、まあ、ファンド系の金持ちで、トランプを支持してる人たちと、うん、実際にそのスイングステーツと、はい、呼ばれる、はい、接戦州ですね、はい、そこで選挙で勝てばその他のところも関係ないわけですよ、うん、接戦州で決まっちゃうんですけども、アメリカの大統領選というのは、はい、もうそれ以外はみんな民主党が勝つ州と共和党が勝つ州に分かれてるん で、 そうです、ね、はい、もう動かないんですね、うん、で接戦州に住んでる人は、接戦州っていうのはさっき言った五大湖地方のラストベルトと言われるその、うん、まあ重工業地帯が錆びついてしまった地域ですね、うんうん、ミシガンとウィスコンシンと、まあ、オハイオは昔はスイングステーツだったんですけど、完全に共和党寄りになっちゃったんでスイングステーツでなくなってきたんですけど、はい、それとペンシルベニアね、うんうん、ペンシルベニアは重工業といっても鉄鋼ですね、あと石炭ですね、うん、ミシガンはデトロイトがあるその自動車産業ですね、はい、ウィスコンシンとかもそうですけども、うん、はい、でその辺に住んでる人たちだから圧倒的に労働者ですね、はいはい、でペンシルベニアなんかはそういった労働者の組合員が有権者の2割を占めるというぐらい、労働者が多いんですけども、うん、はい、それと南部のいくつかの州ですね、うんうん、かつてはフロリダも、接戦州だったですけれども、あとジョージア、はい、それと、ノースカロライナ、はいはい、それとネバダですね、うん、これは接戦州である理由がそれぞれ違っていて、フロリダは、ユダヤ系の老人がいっぱい住んでいるので昔は、民主党が強かったりしたんですけれども、今は圧倒的に共和党が強くなってしまいました。それはキューバ系の人が増えたからです、うんうんうん、キューバ系の人はまあ、キューバ革命があった時にそのケネディに裏切られてから民主党が嫌いになってるんですね。なるほど、はい、まあ、助けに来てくれなかったからです。はい、それとジョージアがその今スイングステーツ接戦州になっているのは、黒人のすごくもともと黒人が多いところではあったんですけれども、すごく黒人が増えてるんですよ、他州から流入してて、うん、はい、それは、ニューヨークとかロサンゼルスで、搾取されてきた人たちが完全にジョージアアトランタに入ると自分たちの、産業を持っているということで、ハリウッドとなんていうか音楽産業が足したみたいな感じで、映画と音楽がすごいんで、ジョージアはすごい黒人の人たちの、人口と、まあ、経済規模が巨大化してて、民主党側に傾きかけているんですね現在、うんうん、はい、で、ノースカロライナは、
もともと南部の州だったんですけれども、あの医療関係のテクノロジーとかで、はい、その大卒のまあ何というか、高学歴の人たちの人口が増えていって民主党が増えてきています、うん、はい。でネバダは昔からずっとスイングステーツで、うん、ネバダというのは不思議なところで他の州と全然感覚が違うんですね。売春も OK でしょ、うん、でドラッグ基本的にあの、まあすごく緩いし、それで博打も OK なんで、うん、どれだけ自由かを争うんですね、うんうんうん、だからその他の、州では共和党は何というか保守的なことを言うんですけど、ネバダは違ってて、ネバダは民主党も共和党もどれだけ非保守的で、うん、自由を、主張できるかってことで争うんですけど、だからネバダでは民主党も銃の規制はしないんですよ。ああ、そうなんですね、はい、うん、でネバダでは共和党もドラッグに反対しないんですよ。あ、なるほど。買収に反対しないんですよ。なるほど。これはすごくネバダ特殊な州です、はい。だからここだけではね、あの民主党も共和党も自分たちの持ってるグラウンドポリシーみたいなものと関係ないことを知っています、ネバダでは、はい。というね、それらの州がその、まあ、運命を握ってるんですね、うん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 、あとアリゾナだ、はい、うん、アリゾナがその民主党に傾いているのは、メキシコ系の人たちの人口が増えてるからです、うん、はい、ということでね、でそこに住んでいる人たちはやっぱ圧倒的に、まあ、労働者階級の人が多いですね、はい、だからこの人たちはトランプの裏にピーター・ティールがついてるとかそういうことはほとんど考えないわけですよ、うん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 、さっき言ったみたいにそれぞれの州で全然投票する理由が違うんで。なるほど。フロリダはキューバ系だから民主党が嫌いっていうね、はいはいはい、だってケネディが応援してくれると思ったわけですよ、キューバへの反撃に、うん、したらキューバと戦争になると世界大戦争になるからやっぱりやらないって言って放置したんで、うんうんうん、それからキューバの人たちはずっと民主党は嫌いなんですけど、それぞれ理由があるんで、さっき言ったネバダの理由は違うんでしょ、うんうん、でジョージアはジョージアで理由が違うわけですよ、うん、で全部違うんで、まあ、それぞれの各州ごとの事情があって、でペンシルベニアなんかはその、重工業のね、鉄鋼業とか石炭とかそういったもの、第一次産業が第二次産業が、まあ、崩壊していってるんで、その人たちをどうするかということで、でトランプはお金をそこにぶち込むって言ってるんですね、はい、であとそういった、なんていうか非エコロジーな産業にお金を入れて、彼らの雇用を確保すると言ってて、で民主党はそうじゃなくて彼らをもっと新しいエネルギーの産業に移行させようとしてるんですよ、うん、でそうすると勉強しなきゃなんないんですよ、うんうんうん、で勉強嫌だからみんな、うん、やりたがらないんですけど、実際はペンシルベニアはあの風力発電とかあの医療機器のテクノロジーで、すごく経済的には良くなっていっていってるんで民主党支持者が増えてるんですが、うんうん、あのそれについていけない人たちがトランプを支持しているという状態ですね。なるほどね、はい、今ちょうどお話ししていただいてた内容と重複する資料がありまして、7番という資料を皆さんで見ていただきたいと思うんですが、ちょうど今町山さんが言っていただきました接戦7州、ミシガン、ウィスコン州、ペンシルベニア、ネバダ、ジョージア、アリゾナ、ノースカロライナというところで、まあ、特に注目されているのが町山さん、その選挙人の数が多いペンシルベニア19人、はい、うん、そうなんですね、これ人口で決まるんですよ選挙人数って、はいはい、で10年ごとにあの変わるんですけどもね、うん、ペンシルベニアは、まあ、人口が多いんで、ここを取れないと、まあ、大統領にはなれないだろうと言われています、うん、はい、でこれ明日のテレビ討論が、まあ、今日になるのかな、テレビ討論が行われるのはこのペンシルベニアで行われる、はい、そうです、ペンシルベニアのフィラデルフィアで行われます、うん、ということですよね。これはまあ、まあ、つまりある意味、まあ、最終決戦の場みたいな感じなんでしょうか。そうですね、前もペンシルベニアが最終的な決戦になったんで、うん、あの投票日の直前は両大統領ともペンシルベニアを遊説してました、うん、はい、なるほど、僕も追っかけていきました。お、はい、そうですか。
これ松山さん、ペンシルベニア、はい、どうぞ。ペンシルベニアの方に行く予定はないんですか、この後。今年ですか、はい、はい、今年はもう行ってみたいと思ってるんですけどね、はい、ペンシルベニアってものすごくでかいんですよ、はいはい、巨大な州で、しかも山なんですよ、うん、州全体が山なんです。だから移動するのがめちゃくちゃ大変なんです。あ、そうなんだ、はい、本当に死ぬほど6時間ぐらい車で、移動したりしましたんです、前の、選挙の時はね、今回どうしようかなと思ってますけどね。なるほどね、はい、このテレビ討論なんですけども、まあ喋ってる間のマイクをオンにするオフにするみたいなところで、まあはい、ハリスとハリスサイドとトランプサイドが揉めて、はい、決着は確かオフにするみたいなところは、まあ、日本でも、はい、まあ、小さなニュースで伝わってきてるんですけども、はい、司会が ABC ニュースのデビッド・ミュアーとそれからリンゼイ・デイビスの2人、はい、そして討論90分ですか。で、はい、質問できるのは聴衆とかはいずに、2人の司会者のみが質問できるみたいなところは聞いているんですけども、はい、まあ、実際に観客は入れないということみたいですね。入れないということですか、はい、なるほど、はい、まあ、ちょっと全米の改めて注目度と、まあ、これどんなことが本当に実際に聞かれるのか、はい、もしあと裏話的なものがあればせっかくなんで聞かせていただければと思うんですが、はい、いかがでしょうか。今回そのマイクを切るというふうな決定がなされたんですけど、カマラ・ハリスはマイクをオンにしていいって言ってたんです最初、はい、っていうのはいつもこういう討論会あるとトランプは相手がその、こう喋ってる時にそれを中断して、割り込んで、怒鳴ったりしてたんですね。でそれができるようにした方がいいってカマラさんは考えたんですよ。なるほど、トランプがバカに見えるから、まあ、そういうことか、うん、したらトランプ側がやっぱりマイク切った方がいいっていう判断になったみたいですね。なるほどね、はい、だから多分カマラさんが喋ってる間もトランプは叫び続けると思いますだからそれはマイクがオンになってないんで聞こえないっていう形になると思いますね。僕はだから叫んでる絵は入っちゃうんで、あと声はなんとなく聞こえると思うんですよマイクに、うん、だから、まあ恥ずかしい目にはトランプ合うだろうなと思いますけどね、はい、いや今回の要するに討論会ですごく言われてるのはトランプはまあ嘘をつくわけですよ、はい、ものすごい数で嘘をつくんですね、うんうん、前回とかもそうだったんですけどトランプはその民主党が強い州では、中絶が OK なだけではなくて、生まれた後の赤ん坊も殺してるって言ってたんですけどそんなわけはないわけでね、うんうんうんそれは殺人だからさ、うん、そういうデタラメをパパパって言うんですよ、うんうんうん、でそれをバイデンさんはいちいちそれはないよとか言えなかったんですね、うん、で、今回も相手が喋ってる時に言えないんでそれは言えないんですけど、まあ、どれだけ嘘を言ってなんというか後からファクトチェックというのはすぐ始まるんですけど、うん、でもそのファクトチェックまで見てる人っていないんですよ。なるほど、アメリカでも。なるほどね。その場で勝てばいいってなってそのファクトチェックの前にどっちが勝ったこの討論会どっちの勝ちだっていうふうに出ちゃうんですね、うんうんうん、だから嘘言ったものの勝ちになっちゃうんで、うんうんうん、すごくそれは、ね、問題だなと僕は思ってますけども、うんうんうん、あとまあこの間はトランプがですね、要するに、まあ、バイデンさんが何かいろいろ言った後に何言ってか分かんねえよって言ってバイデンさんも分かんなくなっちゃうっていう事態があったんですけど、うんうん、ありましたね。まあそれはないだろうなと。そのカマラ・ハリスさんもともと検事なんで、確かに裁判でね、まあ相手が何を言ってもうまく答えてちゃんと、冷静にね話をするのが仕事だった人なんで、トランプが何言ってもあんまりその動じないだろうとは思いますね、うんうんうん、でトランプは相手をこうなんていうかカットさせるために相手の身体的特徴を言います、うん、必ず言いますこれ、うんうん、で例えば共和党の予備選の時にマルコ・ルビオさんっていう人がいてその人はトランプよりも背が低かったんでその要するにチビマルコって呼んでたんですよリトルマルコって呼んでたんですよ、うんうん、でそれとか、まあ、クリス・クリスティっていう、まあ、ニュージャージーの知事はすごく太ってたんで、その、まあ、体型をバカにしたり、フィオリーナさんって人がいたんですけど、フィオレット・パッカードの社長か、うん、だった人ですね、CEO だった女性の、
大統領候補に関してはあの面を見ろって言ったんです。あんな不細工な女に票を入れるのかって言ったんですね、トランプは。すごい、その人はいつもですよ。すごいな。でそうやって相手をまあカットさせて、うん、そのまあ、なんというかね、冷静さを失わせるのがトランプの技術なんで、それをカマラさんはどのくらい避けるかということですね。なるほどね。まあ多分、旦那のことだとか親のこととかカマラさんの出自のこととかをめちゃくちゃ言うと思いますけど、それに対して、まあ、クリスティ自身が言ってたんですけども、それは無視してくださいってカマラさんに言ってましたね、アドバイスとして。なるほどね。はい。まあ、明日のテレビ討論でどうなんでしょうか、まあ、注目のイシューとかトピックスっていうのはどんなものになりそうなんですか、やっぱり中絶問題。そうですね、うん、中絶問題はその、接戦州ではすごくトランプにとっては非常になんというか弱点なんですよ、はい、あれはだから本当にもうキリスト教の強い、まあ、南部のね、いわゆるバイブルベルトと言われている人たちは、まあ、あれで喜んでるんですけども、接戦州はさっき言ったみたいに非常に微妙なところなんで、うんうん、まあ、中絶はアメリカではもう本当に全面禁止になっていってる状態なんですけども、それを推し進めるようなことを言ったら接戦州では負けちゃうんですよね。なるほどね、はい、だからそのトランプはそのアメリカを中絶禁止の国にしようとしてるんだってことをカマラさん強調していくだろうと思います。でトランプ自身は最近はその中絶全面禁止に関しては撤退しつつあります。ああそうですか、はい、はい。やっぱりあの票がね、取れなくなることが分かっているので、うん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 、はい、だからそこは持ってくるでしょうね。なるほどね、まあ、はい、8月の末頃だったと思うんですけど、あのトランプさんがその妊娠6週目の中絶をめぐってちょっとそれは早すぎるっていうので、はいはい、でま あ, あ, のある意味ちょっと中道に寄ったように見せて、ただもちろん、はい、もちろん、まあ、いわゆる岩盤層である保守からは突き上げを食らったというのはありましたけども、はい、はい、だから、まあ、いつも大統領選の時そうなんですけど、やっぱり接戦州向け、接戦州ってのはやっぱりあんまり過激な、まあ、意見は非常に不利なんですよね、接戦州の票を取るためには、うんうんうん、だから、まあ、その後はどうなるか分かんないですけど、今は、まあ、中絶 6週間、っていうのは短すぎるっていうのはそのまま言い続けるだろうと思いますけどね。なるほどね、はい、これでもやっぱりこう全体を見渡して不思議だなと思うのは、アメリカ大統領選挙と言いながら結局接戦州の、はい、しかも態度を決めてない、はい、ごく一部の人のためだけのお祭りなんですよね、はい、そうですね、そこで決まってしまうのでっていう、はい、はい、ただ接戦州自体がすごくさっき言ったみたいに人口が移動してどんどん方向が変わっていってるんですよ、うんうんうん、だからジョージアなんて前はもう本当に南部の、ね、白人が強い、保守が強いところだったんですけど、今もう圧倒的にもう黒人の人たちが増えて新しい文化を作っていってるんで、ひっくり返りそうな感じなんですね、うんうん、前回実際、バイデン勝ちましたしね、はい、ノースカロライナもそうなんですよ。ノースカロライナの北部の町とかどんどんハイテク化が進んでるんで、本当に民主党が強くなってきてるんで、これはどんどん動いていくもんなんで、いつもそこでっていうことではないですね。なるほど、うん、テキサスなんか、テキサスとかフロリダも今完全に、共和党の完全に勝つ赤い州ではあるんですけど、最近の世論調査だとかなり拮抗している状態で、そこら辺もひっくり返るかもしれないですね。なるほど。でアリゾナはひっくり返って言ってるのも完全にメキシコ系の人の人口増えてるからですね。なるほど。せっかくね、ダースさんの方からもちょっと町山さんにこの選挙をめぐっていろいろ質問ぶつけていただければなと。まあアリゾナに関してはもともと共和党のマケインさんの地元ですよね、はい、でこれトランプさんってマケインさんのことをすごくもう誹謗中傷と言っていいと思うんですけども、そうなんです。でそれでその、ま、あのマケインさんのご夫人がトランプには絶対入れないっていう、はい、これ結構その辺の影響力ってまだマケインさんはアリゾナでやっぱり結構こう影響力はあるんですか。マケインさん一番長かったですからね、うん、ずっとあそこで上院議員やってて、うん、トランプがマケインさんをすごく叩いたっていうのはすごく意味のないやり方で、うんうん、そのマケインさんベトナム戦争に行った時に、うん、要するに、まあ、ハノイの爆撃をやってて、うん、でそこで撃墜されて捕虜になっちゃったんですよね、うん、で悠々とか言われてるけど捕
捕虜になってんじゃねえかって言ったんですよ、うん、トランプは、本当に失礼極まりないとでね、それでもうみんなぶち切れたんですけど、政治的な論争じゃないですよこれ、で捕虜になっても負けずにっていうところが、そう、あの非常にリスペクトされてたわけですよね、負けずに負傷してね、そうなんです、拷問されたんですよね、あのベトナムの収容所でね、でもトランプは、いやそれ墜落しないやつの方が偉いんじゃねえとか言ったんですね、それ政治論争じゃないよ、ね、確かにこれまあ、いわゆる、ね、アメリカにおけるその軍人の扱い、あるいはその軍人遺族の扱い、はい、まあ、この間もアリントン の、はい、アフガニスタン の、 その犠牲になった人の、はい、追悼式に トランプが行ったっていうのがなんかニュースになってましたよね、なんかその13人犠牲になってるんですけども、まあ、それにトランプが出席したら、結構その陸軍側がこの場を政治に利用しないでほしいっていう声明をわざわざ出したみたいな、はい、アリントン墓地は国営なんで、それを、まあ、政治的に利用しちゃいけないってちゃんと決まりがあるんですよ、ルールが、でそれをトランプが無視して、まあ、その墓参りに行く、まあ、なんというか、ね、宣伝映像を撮ったんで、その現場でそこにいた警備員の人たちが止めようとしたんですけど、それも振り払ってるんですね、はい、それでまあ、ベテランと言われてる、軍歴のある人たちはそれに対して反発はしてるんですけれども、もう軍の高官とかもみんなトランプは支持しないって言ってはいるんですけどもね、でもその一方でね、アメリカ警察官組合がね、トランプ支持を決めちゃったんでみんなびっくりしてますね、あらら、あ、そうなんですか、それはやっぱりブラックライズマターとかで警察のを解体せよみたいなところにハリスさんがちょっとそっちを擁護する発言をしてたっていう、そうなんです、ただね、ハリスさんはもともと警察側の人なんですよ、まあ、検察官ですよね、あ、そうですよね、そうなんです、サンフランシスコで警察の問題がいろいろ起こった時に、警察側に立ったんで、ハリスさんはその民主党の中では、むしろ左派じゃなくて右派なんですね、権力側の方の人で、警察側の方の人だったんで、ものすごいリベラルではないんですけども、ただそのブラックライブスマターの時には、まあ、民主党の態度として、まあ、黒人の人たちの、デモの側についたので、まあ、まあどっちつかずでもあるんですけどもね、ハリスさん自身はね、ただトランプはすごく徹底的にそのハリスは、超リベラルなんだ、左翼なんだっていう印象付けをしようとしているんですよ、だからそれは今までの、カマラ・ハリスさんの行動を見てるとそこまで左側じゃないことはみんな知ってるんで、ちょっと空回りしてるところですね、それは。なるほどね、でも警察組合はトランプ支持をその団体としてしたんですね、表明したんですね、それはブラックライブズマターの時の問題があると思うんですよ、で、警察組合っていうもののアメリカの大問題っていうのは、警察官が、その、まあ、起訴されない理由っていうのは警察組合にあるので、警察組合がもう本当に警察官の不祥事を、まあ、全部もみ消していくっていう状態があるので、それがブラックライブズマターの一番きっかけになったのことなんで、だからみんな怒ったんですけどもね、なんかだからセルピコとかでもなんかそんな、はいはい、話でしたよね、その組合の話でしたよね、あれなんか、はい、もうみんなそうなんですよ、昔からずっと変わらないんですよ、で警察組合はすごく、まあ、これ別の話なんですけども、問題になっているのはその犯人を射殺することが、犯人じゃない、取り調べ中に犯人でもない人をいきなり射殺することが増えたっていうのは、警察組合が自分たちの命を守りたいから、訓練の方向を変えてくれって言って、昔のポリスアカデミーの頃みたいじゃなくなっちゃったんですね、警察って、アメリカの、昔あの、ポリスアカデミーみたいな感じだったんです、そうだったんですそれはそれで、あの頃は警察良かったんだよなるほど、そうハックルベリーがあのずっと音出してましたけど、取り調べの時に相手が撃つよりも先に撃てっていうことを教える、警察官が身を守るための訓練というのを徹底的にやっちゃったんですね、アメリカ全土の警察、その結果として、犯人じゃない人たちを射殺することがすごく増えたんですよ、それは警察組合が自分たちの命を守りたいから
犯人を逮捕するよりも自分たちの身を守る術を教えてくれという運動をして、その結果そうなってしまったということがあって、実は警察組合が一番の問題なんですね。で、裁判費用とかも彼ら全部出すんですよ。で、もう警察官全部無罪になっちゃうんですよ。だからまあそれで、まあ、トランプを支持してはいるんですけど、ただトランプは暴動を起こした時に、議会を襲撃した時に警察官を殺させてるんですよね、そうですよね、亡くなってますよね、そうですよね、はい、あれ現場で1人亡くなってますけど、その後1人、その後合計最終的に全部合計で5人警察官が死んでるんですね、自殺とかで、まあ、警察官を5人殺してるのがトランプなんで、警察官をは支持しないんじゃないかって言われてたら、やっぱり警察組合がトランプ支持を決めたので、それはものすごい人数います、警察組合って。警察官の家族もいますから、なるほど、これはすごい票が動くことになると思いますね、はい。このアメリカの大統領選の組織票っていうのはどれぐらい有効なんですか？アメリカは昔から大統領選は組織票なんですよ。まあそれを組織票を確実に作ってたのは民主党なんですけどね、民主党がルーズベルト大統領で1930年代に、権力をつかんでから、その後ずっと一回、まあ、アイゼンハワー大統領が共和党だったけども、基本的にずっと民主党が勝ち続けたんですが、それは組織票固めをずっと民主党はしてきたからです、それをポリティカルマシーンと呼ぶんですね、政治機械と呼ぶんですが、例えばカトリック教会ね、これ民主党支持します、っていうのはカトリック教会はほとんど移民だったからです、で移民労働者の味方をしたからですね、民主党は。で労働組合は基本的には民主党支持でした、ずっと。トラック労働組合とか、いろんな工業の労働組合、自動車労働組合、ね、トラック労働組合ってジミー・ホッファのとこですか？そうですジミー・ホッファのやってたトラック労働組合、今もあります、ティームスターというんですけれども、はい。で、カトリックでしょ、あと黒人ですね、はい、そういった組織票を固めてる。黒人はその基本的に教会に行きますから、教会で、まあ、投票を、まあ、集めるんですね、はい。でこれがずっと民主党ががっちりしたその票固めをしてたんで、なかなか共和党が票を取れなかったんですけれども、そこに食い込んで、大統領になったのはニクソンだったんですよ、1968年に、はい。それはそのベトナム戦争に賛成 していた、労働組合の人たちがニクソンに投票するってことをしちゃったからなんですね、でそれから継続的にレーガンが、その労働組合の票を取っていくと。でさらにそれまでどっちにも投票していた、いわゆるキリスト教福音派と呼ばれるキリスト教保守の人たちの票固めをレーガンがしまして、共和党にその人たちに投票させるようにしたんで、共和党が勝つようになりましたね、その後。だ本当にアメリカは組織的な、組織票がすごく、宗教であったり人種であったり組合であったりがすごく大きいところです。で、バイデンさんはその上にずっと乗っかってきた人だったんですよ、民主党がバイデンさんとかですね、ナンシー・ペロシさんとか、とにかくおじいちゃんおばあちゃんばっかりなんです、民主党って。議員が。それは、そういう組織票固めの、支持基盤の上に乗っかってるからなんですよ。若い人が出てこれないんです。で、それが民主党の、なんていうか、弱体化につながってて、で、共和党は基本的に、その、組織票として持ってるのは、キリスト教原理主義だけだったんですけども、2008年にオバマさんが民主党の大統領になった時に、共和党の、その、まあ、2010年の中間選挙で共和党の、各地のですね、おじいちゃん、おばあちゃんの、議員たちに対して、若い、保守的なティーパーティーと言われるグループが、予備選で挑戦して、共和党はかなり若くなってます。なるほど。共和党の方は実は若いんです、入れ替わりをやっちゃったんで。なるほどね。で特にトランプが出てきてからはトランプを支持しない人たちを全部首切るという方向に行ったんで、共和党は、トランピストじゃないと共和党にいられないっていう状態になりましたんで、すごく若返りは共和党の方が進んでますね。
今のね、そのトランプ、共和党がトランプの支配下に置かれてしまったっていう状況で、はい、ちょっと最近のニュースだと、そのディック・チェイニーが、うん、ハリスに入れるっていう、まあ、息子、はい、リズ・チェイニーはもともとね、反トランプだから、あれなんですけど、はい、ディック・チェイニーもハリスに入れるって、このディック・チェイニーのなんかそういった声明ってどれぐらい影響力あるんですか、今。チェイニー の, その娘さんが下院議員で、昔はその下院議共和党の下院議会のトップだったんですけども、彼女はそのトランプの議会襲撃を弾劾するのに賛成投票したために、共和党内では完全にもうつまはじきになってますね。共和党内ではそのチェイニーは昔は主流派の中の主流派だったんですけれども、ブッシュとかと一緒にね、完全にその反トランプは、反トランプというか主流派は脇に追いやられて、トランプの党になってます共和党は。で、まあ、ブッシュ一族っていうのは共和党のずっとエスタブリッシュメントで何代も続く共和党のなんていうか貴族だったんですけど、彼らは完全に共和党から消えました。はい、まあ、トランプが乗っ取ったんですね。共和党はずっとそのエスタブリッシュメント、要するにまあ金持ちのボンボンたちの党だったんですけども、それは大昔からそうだったんですけども、トランプが完全にめちゃくちゃにして乗っ取ったという形ですね。はい、これもしね、今回の大統領選にトランプが負けると、共和党は脱トランプはできるんですか、はい、やっぱりもうこれ以上次はないわけですもんね。ないです、うん、共和党はアイデンティティを失って崩壊すると思います。そんなレベルなんですね。ああ、なるほど、はい、トランプが負けると、うん、アメリカの共和党はイギリスの保守党と同じ形で崩壊すると思いますね。ああ、そうですか。はい、イギリス保守党が完全に崩壊しましたからね。確かにね、ああいう形になると思いますね。だから全部トランプにオールインしちゃったんで、共和党は、反トランプの人はいない状態なんですよ。だって弾劾するって、議会を襲われたにもかかわらず、弾劾に参戦投票した人を全部辞めさせちゃったから、トランプ独裁になってしまいましたね、現在ね。なるほどね。これだからそれで言うと、はい、まあ、さっき名前があった副大統領候補のバンスさんも、もともとはトランプ批判してたと思うんですけども、まあ、はい、完全に寝返ったし、で、ある意味これトランプさんが大統領になった場合、はい、3期目できないですから、はい、もう、はい、バンスさんがそういう面では2028年の大統領選に出てくるみたいなところまでトランプさんは読んでの副大統領指名みたいなところもあるんですか？いや、それもだからすごく今みんな怖がってるところで、トランプはあと4年しかないんですよ、今回大統領になっても。そうですね、だから4年経ったら、はい、あとはほっときゃいいやと、ね、どうせ負けるから、その次は共和党はね、民主党が勝つだろうっていうふうに、なんかトランプ今回4年大統領やっても別に構わないって言ってる人もいたんですよ、トランプ任期延長する可能性は非常に高いです、なるほどね、そのことをチラチラと言ってるんですね、トランプは。あ、そうですか。はい、8年って合計8年って決められてる任期を延長する可能性が高いです。あ、そうですか。はい、緊急事態宣言をすればいいです。あ、そういうことか。ローズベルトはそれで任期を延長しました。はい、それをみんな恐れてるんですね。で、それは憲法違反ではあるんですけど、今アメリカの最高裁は、トランプが任命した人は3人もいるんですよ、はい、そうですね。最高裁判事の9人中6人が共和党で、しかもそのうち3人がトランプが任命してるんで、トランプが憲法に反して、ね、非常事態宣言をして任期を延長しても、多分最高裁はそれを合憲とするでしょう、だからそれをみんな恐れてて、今度アメリカ日本で公開されるシビルウォーっていう映画は、はい、まさにそのことを描いてる映画なんですね。なるほどね。アメリカの大統領は任期を勝手に延長して、そこから内戦に突入していくんですよ。じゃあ、まあ、そのシビルウォーで書かれてることは別にもう妄想のレベルではなくて、本当にありえそうな話だと。これトランプが言ったら、だって最高裁は全部 OK にして、この間だから、要するに、まあ、トランプが議会を襲撃したり、その選挙に介入したりしてね、で、選挙に介入ってのは要するにジョージアで負けた分の票を俺に回せっていうふうに、ジョージア州の、選対じゃなくて、州務長官に電話して脅した件がね、その訴えられてるわけですけど、まあ、裁判今4つある裁判のうちの1つですよね、はい、
はい、はい、でそれに関して最高裁はトランプが大統領として行ったことは全て免責されるって言ったんですよね、うん、決定出したんですよ、うん、だからもうそれぐらい法律を結構無視しても最高裁が全部 OK しちゃうという事態にはなってるんですよね。なるほど。でただジョージア州の場合にはそれを州の法律で訴えてるんで最高裁は手出しできないんで、なるほどなるほど、要するに マフィアを取り締まる法律があるんですよ、うんうんうん、恐喝をマフィア恐喝が仕事なんで、うん、恐喝罪で訴えたんですよ。恐喝が仕事まあそうですよね、うん、恐喝こそわざわざ人生なんで、ね、それがありましたが、うん、だからあれは最高裁は手が出せないんですよ、うん、だからそれはもしかしたら有罪になるかもしれないんですけどね、うん、はい、ただそれ以外のことに関しては全部免責だっていう決定を最高裁がこの間してしまったんでみんな呆れてますけどね、まあ、要は大統領の公務として やりさえすれば免責されるってことですよね。そうなんですけど、うん、そのトランプが免責を訴えてるのは、うん、自分がセックスしたポルノ女優に対するその、うん、口止めですよね、ね、口止め料を払ったと、うん、それをそのまあ虚偽の申請をしたって、まあ、日本 の、 自民党の裏金事件と同じで申請に嘘があったわけですね、うん、裏金代としては記載しなかったっていうことですよね、うん、そうなんです、うん、まあ、選挙資金の一部としたんですね、うんうん、それをね選挙の支出としたんですけども、うんうん、まあ、実は、まあ、口止め料だったんでね、うん、それでまあ有罪になったんですけども、うん、あれって大統領の執務でも何でもないですよ。確かに。まあそうですよね。どう考えてもね。確かに。しかも選挙期間中ですよね。連載する理由は何もないですよ。大統領になる前の選挙期間中に、選挙に影響があるからっていうことで口止めしようとしたんですよね。そうなんですよ。うん、だから選挙資金であるっていう、うん、選挙支出であるっていうふうに主張してるんですけどね。うん。うん、ただどっちにしろ大統領になってないんで、その時はまだ。そうですよね。で、今の、免責されないですよ。口止め料のことに関して言うと、5月に有罪になって、この9月の18日に、はい、量刑の発表があるはずだったんですけど、これも11月の26日、はい、大統領選の後に結局伸びましたよね。伸びましたね。これもなんかちょっと何なんだろうと思っちゃうんですけど、もともと全て有罪になったものもね、量刑の発表は伸びてるんですよ、はいはいはい、全部。これもなんとかね、まあ、最高裁の圧力だと思いますけどね。やっぱそうなんですか、うん、はい、最高裁は全部やり直せっていうふうに命令したんですよね。あ、そこまで言ったんですか。そうなんですよ。だから今、まあ、それやってるんだと思うんですけど、うん、だから結局有罪にいくつかなってるものも、そうだ、レイプ事件でも有罪になってますからね、うんうんうん、そう、あれも賠償が求められてるんですけど払ってないですけどね、うん、提訴してますからね、うんうんうん、はい、だまあとんでもない大統領ですよ。それをもう一回アメリカが選ぶということがあってしまったら、うん、もう法治国家としては崩壊するだろうなと思いますね。なるほどね。これだから今のその公務中に免責されるっていうことが前提となって、大統領になった瞬間に今度は堂々といろんなことやってくるっていうことがもう予想されちゃうわけですよね。その今後は堂々と大統領としてやるって言えば免責されるっていう前提でトランプはいろんなことをやるようになっちゃうっていう。そうなんですよ。何でも許されるっていう、だからキングになるんじゃないかっ て、 って、ね、確かに、その免責 されるって最高裁が言ってしまったんで、うんうんうん、最高裁自体が全く機能していない状態なんですよ、アメリカは。すごい冗談でなくビフタウンみたいになるっていう、ね、確かに。もう本当にひどいですよ。うん、で、今、その、まあ、ヘリテージ財団っていう財団がありまして、シンクタンクなんですけども、はい、そこはプロジェクト、2025というものを発表したんですね、うん、でそれはトランプの昔の閣僚だった顧問だった、人たちが集まって作った、うん、まあ、政策見取り図みたいなものなんですけど、それはどういうのかというと、要するに官僚たち、ね、役所で働いてる人、警察、司法、そこにいる反トランプ派を全部粛清するっていう、うん、粛清するというね、うん、計画なんですよ。で、それは一体どういうことかっていうと、トランプは今司法によって苦しめられてるわけですよね、うん、FBI だったり、うんうん、ね、最高裁って言ってもトップの方をトランプ派が占めていても、うん、最高裁の下の方にはいっぱい、ね、連邦裁判所にはトランプ派じゃない人もいっぱいいるわけですよね、うん、で、そういった人で全部首切ると、うん、
粛清すると、完全独裁をするという計画なんですけど、これはとんでもない話でね、もうアメリカは民主主義じゃなくなっちゃいますよね、それやったらね。でもそれを堂々と発表してるんですよ。すげえな、政策として。すげえな、なんだこれって思いますよ。確かに、あのトランプさんのところで一つ聞いておきたいんですけども、まあ、4月の13日にあのペンシルベニアのベトラーで、まあ、銃撃に遭いましたが、はい、この影響っていうのは今そこからこの2ヶ月ぐらい どんな感じなんでしょうか、アメリカ国内においては。これがほとんどなかったんですよね。あ、なかったですか。これね、びっくりしましたね。僕事件があった時は、うん、あの拳突き上げた写真がミーム化して、はいはい、まあ、それこそバイデンさんとの選挙戦ではもう決定打が出てです、ね、もうちょっとあれで勝負ありだなぐらいに思ったら、うんうん、1ヶ月後そのバイデンさん撤退してハリスさんがなったら、うん、ほぼネット上であの写真を見ることがなくなったんですよね、うん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 、それぐらいこう話題になってない印象があって、ね、それはアメリカでもやっぱりそうなんですね。消えちゃったですね、あの銃撃自体が、はあ、すごいな。これはちょっと驚いたですよ、うん、それは町山さんどんなふうに分析というかご覧になってますか。だこれが消えたのはね、トランプのね、支持者ってね増えたり減ったりしないんだってことが分かったんですね、うん、あ、もう岩盤の人たちがいて、うん、それ以上は増えないんですね、うん、なるほど。おそらくああいう事件があったからってトランプ氏がバッと増えるってことはなかったっていうのが、うん、それを証明したなと思いましたね、うんうん、でトランプ支持者って人口的にはどんどん収縮してるんですよ、うんうん、それはあのやっぱり高齢者が多いんですね、圧倒的に、うん、で特にその南部とか、五大湖地方の中西部の高齢者は非常に、まあ、アメリカの典型的な、白人なので、うん、平均寿命は短いです、うん、でどんどん死んでいってる状態なんで少しずつ減っていってるんですよ、うんうんうん、で、カマラさんの方は、まあ、皆さんご存知の通りすごく若年層からの支持が大きいんですね、うん、だから人口移動で、まあ、カマラさんの方が有利になっていってる状態ではあるんですよ、うん、だからトランプ支持層っていうのは本当に動かないなと思いましたね。なるほどね。その一方の、まあ、カマラ・ハリスについてちょっと聞いてみたいんですけども、はい、まあ、副大統領時代、まあ、正直言って人気がなかったという印象があります、はい、で、まあ、それがここに、まあ、大統領選に打って出てですね、まあ、もう一挙にこう、はい、まあ、今時代の波に乗っている感じというのがあります。で、先ほどおっしゃってたみたいに、おそらく政治的な立場としては、はい、民主党の中では、まあ、やや右寄り、はい、で、そうですね、その中で副大統領候補になっているワルツさんは、まあ、サンダースさんからも、支持されているぐらいですから、はい、まあ、左寄りという認識があるんですけども、まあ、ここが共和党からしてみると攻めどころだったりするのかなとは思いますが、まあ、そもそもこの、はい、カマラ・ハリスが今ここまで副大統領時代人気がなかった人までここまで今人気にな一挙に人気になった理由というのと、うん、まあ、はい、あえてこの最後終盤戦を戦うに上で、まあ、ワルツさんの存在も含めてアキレス腱みたいなものって何か考えられるんでしょうか、うん、あのね、カマラさんがほとんどね存在感なかったんですよ、うん、でもう何をしているのかも全然分からなかったです。そうですよね。この4年間、その移民問題に関して、まあ、不法移民の問題に関して彼女がなんか動いてると言われてて、トランプは不法移民の問題はカマラ・ハリスの責任なんだって言ってるんですけど、実はカマラさん何にもしてないですよ。あ、そうですか。あの、事件の元になった、まあ、要するにまあ不法移民の原因になってるサルバドルとかそういったところに行って、うん、経済支援をするということで最初だけ言ってたんですけども、うん、現在不法移民ってニカラグアの方から来てたりベネズエラから来てたりするんですね、うんうん、ベネズエラすごく多いんですよ、うん、でそれに関しては彼女何も動いてないんで、現在の不法移民の流れに関してはカマラ・ハリス何もしてないんですよね。なるほど、うん、だからすごく表に出てなかった人なんですけど、うん、でもそれが良かったんだと思うんですよ。あ、ヒラリーさんはみんな嫌がってたじゃないですか、うん、ねえ、飽きられてるっていうかくどいと思われてて、うんうん、もういいよみたいなところになってたんですけど、うん、カマラさんはまだねほとんど出てなかったんですごくフレッシュなんですよね。なるほどね。で過去に失敗もあまりしてないんですよ、何もしてないから。それは逆にすごい有利に働いてるなと思いますよ、うん、トランプはカマラさんを
攻撃したいんですけど、うん、過去にほとんど何もしてないから、うん、攻撃できないんですよ。まあでもね、これ副大統領っていう職務自体がね、朝起きて大統領が生きてるかどうか確認する仕事みたいに言われてるように、はい、その、はい、実際は何もしないで済むのが一番いいぐらいのポジションなのと、まあじゃあペンスがね、トランプの政権時代にペンスがなんかいろいろやったっていうと、まあ確かにまあよくわかんないし、実はオバマ政権時代のバイデンっていうものをその副大統領として非常にこう認識して評価してたかっていうと、やっぱり後から言われてみればっていう、まあ副大統領ってなんかそういう人たちですよね、どっちかっていうと。だからディック・チェイニーがあまりにも副大統領の域を超えて、うん、あのまあ、政策作ったりね、まあそれこそイラク戦争まででっち上げちゃったりしたぐらいなんで、うん、あまりにも行動的すぎたんで、うん、副大統領すげえなと思った人も多いと思うんですけど、うん、今まではそんなことなかったんですよ、うん、あのバイスっていうのは結構地味なものだったんでね。はい、ね、ディック・チェイニーのバイスはすごいいい映画でしたけどね。確かに、はい、だからあれはまあ、あのブッシュがほとんど何も考えてないからディック・チェイニーが代わりに言ってやらないとならなかったんですけど、うん、でもカマラさんは逆に何もしなかったおかげでね、叩きようがないっていう感じになってますね、うん、すごいな。なんかね、あのバイスでそのブッシュをサム・ロックウェルがやって演じてるんですけど、うん、そうですね、なんか2人の会話で、はい、その本当にブッシュが何も話を分かってない人みたいな、すごいんですよね。だからそのサムロックで顔が似てるって感じじゃないんですけど、すごいブッシュ感がありましたよね、あれ。めちゃくちゃうまかったですね。あそこは映画アメリカの映画館で爆笑になるシーンですね。はい、よく分かってないんだけど、ディック・チェニーが何か言うと、うんうん、それいいと思うよっていうね。いいやつって感じでしたけどね、ブッシュがね。そういいやつなんだけど、大統領やっちゃダメだったね。うん、さて1時間経ちました。ちょっと休憩を挟みたいなとは思っているんですけど、はいね、宮台さんの方には今スタッフがまた鬼念を、はい、鬼念をしているんで、後半出てくれればいいなというところで、結構質問も、来ておりますが、まあ、質問後半にぶつけてみたいなと思ってますが、はい、例えば、まあ、これはあの後半に答えてもらうとして、 YouTube の方で、はい、松山さんに聞きたいです。日本にとってはどっちがいいんでしょうかっていう質問も来てます、はい、やっぱりまあ、ね、この国で見ている我々にとってはどっちがいいんだというのはすごい気になるところだと思います、はいはい、あとは、はい、まあ、これは、まあ、当然中東で起きている戦争のことも含めて何が変わるんですか、はい、具体的にもし分かれば教えてくださいという質問もたくさん来ておりますので、はいはい、まあ、その辺、はい、後半ちょっと検証をしたいなと思っております。プラス、はい、まあ、今回の選挙戦を通じてまたアメリカの社会でもいろいろと、はい、変化が起きていると思いますので、まあ、政治的なところだけではなくて、まあ、社会も含めて現在進行形で起きているアメリカの変化に関して松山さんにまた教えていただければなと思っております、うん、はい、はい、皆さんよろしければ、後半の方は、ニコ生の方はチャンネル登録、うん、YouTube の方はメンバーシップ登録をしてご覧いただければと思います、引き続き、まあ、宮台さんも後半来るように今スタッフが鬼電をしてくれてますが今日は来ない可能性もある、先に言っておきます、うん、来るかもしれないって言って詐欺になるといけないんで今日は久しぶりの欠席な可能性があります。その可能性もありますが来るかもしれないんで、その場合は多分鬼のように喋り出すと思いますんで、あの開き直った宮台真司もですね、あ、かけよう、そこかけてみるのいいかも、あのしませんね、さっきのサイトで、はい、サイトでかけてみるっていう、うん、ポリマートでしたっけ、うん、ポリマートでかけてみるっていうのはいいかもしれません。宮台さんはピーター・ティール好きですからね。あ、確かにそうだ、ね、うん、あ、ピーター・ティール好きだと思いますよ、うん、すごい宮台さんと似てるところはすごく多いですよ、うんうん、あ、ちょっと町山さんの改めてピーター・ティール表も聞いてみたいなとは思いますけども、うん、はい、その辺もまた後半に、はい、はい、聞かせていただければと思います。はい、ちょっとピーター・ティールはね、本当キーパーソンなんで、うん、今回の大統領選の、うん、はいはい、じゃあちょっとピーター・ティール改めて後半さらに深掘りしたいと思いますけど、はい、町山さんの新刊というか、皆さんが待ってた、あのなかなか手に入らなかった本が最近文庫化されたみたいです、うん、その辺も出したんですか、うん、これ名著、名著、いや、 ありがとうございます。映画の見方が分かる本、ブレードランナーの未来世紀、これ手に入らなかったんですか、これね、あ、そうか、陽性者だからか、そう、はい、僕はあのちょっと古本で高値で買った記憶があります。いや、これすいません、これは本当によく、ね、うん、ありがとうございます、うん、そうなんですよ、ね、はい、名著復活、朝日文庫の方から1089円で、うん、出ております、はい、これ2冊とも出るんですか。はい、あの2冊あるじゃないですか、これ、あ、
もう一本の方はちょっと2つに分けて、うん、あ、そうなるほど、やろうと思って、キューブリック論とニューシネマ論をちょっと別の別の本に分けようと思って、そうなんですね、やってます。はい、はい、まあ、後半、はい、ちょっと映画の話もまた触れられたらと思ってます、うん、はい、そして次回の予告出しておいてもらっていいでしょうか。12番ですね、深掘り TV 次回の予告は、心理学者の押尾先生をお迎えしまして、9月の19日月曜日から、先生の新刊が性格が悪いとはどういうことかということで、うん、性格が悪いということに関して深掘りしようかな、ね、性格が悪いやつって言われたくないですよね。あいつ性格悪いんだよってそれだけは言われたくないですよ。そうですよね、本当に。でも性格が悪いってどういうことなのか、うん、心理学者が、うん、思いっきり分析をしてくれてる本ですので、うん、言われたくない人も言われてる人もこれ読んでいただければ、うんうん、宮台真司かって、宮台さん性格が悪いわけじゃないと。宮台さん性格はいいですよ。性格が悪いわけじゃないです、うん、ただまあ時間が分かんないという、ね、うん、あ、そこ、うん、そうですね、うん、はい、楽しみにしていただければと思います、うん、そしてピーター・ティールと宮台さん似てるところはね、うん、加速主義なところですよ、うん、あ、そうだ、まあ、まさにそこの議論でそのピーター・ティールを紹介することが宮台さん多かったですね。そうですね、うん、そうなんです、うん、はい、そして今月イベントが、私の主催であります、国分光一郎さんと番組にも時々出ていただいておりますルナシーの杉蔵さんが市民活動から社会を変えるというテーマでロフト9の方で、対談をやります。私の司会です。現地チケットまだ少し残ってます。あと来れない方は配信もありますのでお楽しみにということと、15番出ますかね、先日ダースさんが出ていただきましたロンドンフェスの高野祭の方は、配信チケット500円で9月の11日まで、今日明日までか、うん、明日まで、うん、はい、ダースさんこれお疲れ様でございました。はい、はい、すずみちゃんが来てくれました、ね、うん、いい会になりましたね。500円ですからね。500円、うん、そう、そしてロンドンフェスの方は3ヶ月のアーカイブということになりますので、うん、11月の4日まで見れるのかな、ということになりますので、これアーカイブスの方のチャットが見れるようになったんですよ。そうチャットが見れるようになったんですよね、うん、僕が斉藤光平さんと喋ってる時にね、ハーフパンツがね短かったためにね、なんかいろいろ見えそうだぞっていうツッコミをチャットでされてたらしいんですよ。危なかったんですか、うん、なるほど。一応マネージャーが見えてませんでしたってことだけ教えてくれたんですけど、まあそんなダースさんのセクシーショットも見ていただければなと思います、うん、じゃあ5分休憩をいただきまして、後半まだまだ、はい、町山さんの方にお話を伺います。町山さん、じゃあ5分休憩いただきます。よろしくお願いします、はいはい、後半はチャンネル登録してご覧ください。はい、はい。